今回は9月4日から始まった7つの大罪スポーツコラボ後半よりエスカノールを紹介。計略は式級の超絶強化で武力が50カウントに近いほど上がる。常時3勝、さらに範囲内の敵に毒効果を与える妨害陣形。計略時間は約 11.5 カウント。59カウントから40カウントの間は武力27になる超大型の計略で、武力が50カウントちょうどに武力99になる。効果自体は非常に高く、実質的な無敵時間と言っても過言じゃない性能。強い印象。おこがまし。脳裏で痛みを感じたわけか。送ってばダメな子。それ。どれ。俺が倒れちゃう。消えろ。消えろ。いやなぁ、決めろ。突破せよ。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。決めるのは力を貸せよ。我ら兵士が敵を平らげる。仕切り直しだす。なるほど。流派発動。見ろ方、兵士が敵を平らげる。身をもって償わせてあげよう、心をもてあそんだ大罪を。消えろ。我らの運命は強い命だ。おこがまし。ただじゃおかぬぞ。ボロビー。はっ。どら。どら。戦機開放。我らの運命は50カウントのタイミングで触れた敵を一瞬で蒸発させられるほど武力99の接触ダメージは強力。発動。3の型。難儀やな。消えろ。おこがまし。消えろ。おこがまし。ボロビー。命がけだ。おこがまし。消えろ。消えろ。おこがまし。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。消えろ。仕切り直しだす。命がけだ。
邪魔者は我が世界から消えてなくなれ。突破せよ。間に合ったか。弱体を受けた2部隊はナギの降下中に撤退させて部隊にサイクルを回したい。難儀やな。突破せよ。我らの運命は強い命だ。道理で痛みを感じたわけか。俺が倒れちゃう。仕切り直しだす。ボロビー、決めるのは我だ。最後まで続くカウントになったタイミングで確実に落城を狙いたい。今回は3試合あるよ。見せてあげよう。心をもてあそんだ大罪を。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。流派
動。三の型。難儀やな。僕ってばダメな子。この展開を想定して復活時間を延ばされても即復活できる戦機を選んだよ。ここは再起前提で削りを入れたい。残り20カウント台だろうと陣形の毒効果は変わらないから使える場面はあるよ。不死の獣が貴様らの肉を食らい尽くす。どうりで痛みを感じたわけか。天気解放。戦機解放。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。
喧嘩じゃねえだ。発射。難儀やな。つながっていきます。力を発せよ。発射。ほらほら、間に合ったか。嫌な予感がするの。リュウハ発動。見ろ肩。おましほらほら。では相手してもらおう。おこがまし。おこがまし。リュウハ発動。見ろ肩。そこです。ほらほら。発射。おこがまし。身をもって償わせてあげよう。心をもてあそんだ大罪を。ほらほら。私を狙うとは。手荒い歓迎ね。少し休みましょうか。ほらほら。嫌な予感がする。手加減なしよ。骨抜きにしてあげる。夢を叶え。いっぱい難儀やな。そこで少し休みましょうか。通りで痛みを感じたわけか。発射。私を狙うと。発射。仕切り直しだす。決めるのは我だ。ご視聴ありがとうございました。